今までご紹介したすべてのバタ足の練習法をご紹介します。どうもセリカです。今回はクロールのバタ足が劇的に進むようになる練習法をすべて、今まで私がご紹介した練習法をすべてこの動画1本にまとめたので、ぜひ皆さんも参考に練習してみてください。一人でもできる練習法ばかりなので、ぜひやってみてください。それでは行きましょう。まず一つ目の練習法はこちらです。もうその場で立った状態で足を上に思いっきり上げます。この上げた時にジャグジーのような泡を出してください。今ちょっと見にくいんですけど、ジャグジーのねボコボコというような泡が足の甲からボッと出たら、しっかりお水を蹴れているということなので、まずはそれをやってみてください。それでは水中から見ていきましょう。はい、水中で見るとこのような映像になります。このように足首をできるだけブラブラさせるようなイメージでやってみてください。足首がどうしても固まっちゃうとキックがね、なかなかうまくお水が蹴れないので、足首の力は抜いてください。足首がね硬いっていう方もこの練習法を続けてるだけで少しずつ足首が伸びてくるので、ぜひやってみてください。続いての練習法がこちらです。先ほどと何が違うかっていうと、ただ、さっきよりも蹴り幅的にはすごく小さいんですけど、威力は変わらず、この小さい幅で先ほどと同じぐらい水を蹴ってください。これがだんだん小さくなってくるとバタ足につながってくるので、ここまで小さくできるようにやっていきます。続いては腰掛けキックをご紹介していきます。はい、皆さんこれはもうやったことある方が多いんじゃないでしょうかね。プールサイドに座ってお尻の後ろに手をついた状態ですね。で、ちょっとだけお尻を前に出します。半ケツ状態でプールサイドに座っていただいて、ブラブラ足をバタ足行ってください。で、この時のポイント、実際の目線から見ていきましょう。ポイントとしては、先ほどと同じく足首をもうできるだけ力抜いてください。もうそれにつきますね。やっぱり足首力入ってしまうとなかなかね水が応えてくれないので、もう柔らかく足を使ってください。そしてもう一つのポイントとしては、内股にしてください。足の甲を、外側の足の甲を上に向けるようなイメージですね。そうするとお水もすごくよく蹴れます。で、なんでかっていうと、足の甲って今見ていただいてもわかるんですけど、外側の方が面積が大きいんですね。なので、その面積が大きい方を上に向けることによって、より多くの水を上にかける、まあ実際のクロールってなると、よりたくさんの水を蹴り下げることができるので、その感覚とか内股にする状態っていうのを、この時にプールサイドで座りながら記憶してください。これを実際にバタ足でやっていきます。続いての練習法はこちらです。プールに立った状態で、こちらビート板を持ちながらやってます。まずはもうその場で、ずっとその場で足の甲を使ってお水を上に蹴り上げてください。もうそれだけですね。次の練習でこれがちょっと活かされていきます。はい、では続いての練習は、先ほどと同じようにここからビート板をお腹にくっつけた状態で上向きのキックにつなげていきます。はい、この練習法は先ほどの足の甲でお水を上に蹴るっていう感覚をそのままバタ足に活かすための練習です。結構スムーズな流れの練習になるので、体に覚え込みやすいですね。バタ足の感覚がよくわからないという方は、ぜひこの練習を何度も続けてみてください。そして先ほどの練習ができたという方は、次はもうビート板を取って気をつけの状態でバタ足を上向いて行っていきます。もう感覚は同じですね。足の甲でしっかりお水を上に蹴ってください。あんまりね、膝が曲がりすぎると良くないので、膝はほどほどに曲げましょう。だいたい90度ぐらいがちょうどいいと思います。はい、そこまで上向きができるようになったら、次は
実際に下を向いて気をつけの姿勢でバタ足を行っていきます。目線は常に下を向けてください。前を向かないようにしましょう。前を向くとね、どうしても足が下がってきてしまうので、下を向いて気をつけの状態で足の甲でしっかりと水を蹴りましょう。はい、続いては応用編ですね。そこまでできたという方は、次はね、体幹を使ってバタ足をコントロールしていきます。もうこれができたらバタ足はもう十分ですね。はい、このように回転しながら4方向すべてを向いてバタ足を行っていきます。はい、そこまでできたら、またまた応用編の応用編ぐらいかな。はい、今度はですね、ビート板を胸の前で垂直に持っていただいて、それでバタ足をしながら後ろに進んでいきます。この時腰の角度は90度ですね。椅子に座っているような状態でバタ足をしながら後ろに進んでいきます。これできるかな、結構難しいですよ。続いての練習法はこちらですね。ぜひフィンを履けるという方はフィンを履いてやってみてください。このね、練習法が雑巾掛けっていうんですよ。めちゃくちゃわかりやすくないですか。雑巾掛けだと思って見てみてください。今帰ってくるので。プールの床を掃除しましょう。はい、綺麗にね、雑巾掛けができると、もうバタ足はもう120点ですね。ここまでできればもう完璧です。何も言うことはありません。はい、そしてね、フィンもぜひ脱げて、ここまでできればもう200点ですね。もうこれは完璧ですね。ここまでできればもうバタ足で困ってることはないと思いますね。はい、もう沈めるし、その推進力、バタ足の推進力を使ってしっかり沈めてるので、もうはい、完璧ですね。ここまでぜひできるように、皆さんもね、バタ足を着実に練習してみてください。結構バタ足はね、難しいです。基礎基礎って言われてるけど、全然難しい動きなので、時間かけてやってみてください。はい、ということで、以上がクロールのバタ足をすべて網羅した練習法でした。いかがでしたでしょうか。私がね、今まで作ってきたバタ足の練習法をね、もう本当にすべて今ご紹介してきたので、もうこれ以上なんか練習法がないんじゃないかってぐらいご紹介しましたね。なんか皆さん他に面白い練習法あったらぜひ教えてください。ということで、今回の動画がぜひいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンのクリックをお願いいたします。その他、バタ足に関して何かご質問がある方はぜひコメント欄に書いてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。